どうもこんにちは、コンプレッサー TV の井上です。さあ今日なんですけど、先週ですね、上げた動画でドライブ動画上げてると思うんですけど、それで一緒に売ってもらった佐々木くんに、今回グリップテープの交換をやってもらいたいと思います。はい、ということで、まずラケットなんですけど、これ新しく買ってるみたいで、ナノレイの900、今回こちらをやっていきたいと思ってます。ということでグリップ交換やっていきます。まあ新品なんで、まずはそのカバーね、取っていこうかなと思います。で、元グリ外すんだっけ。元グリ外します。元グリ外すんで、元グリもちょっと取っていこうかなと思ってます。全然うまく取れてないやしっかり取ってよ。元グリ取っていきます。最初から元グリ取っちゃうと結構綺麗に剥けるんですよ。結構年数が経ってから元グリ外す人がもしおったら、グリップに元グリ、あ、グリップにっていうか元々の木にグリップついちゃうんですよね、そのまま。なんでもう外す時は早く外してもらった方が木に、つかないんで、もし細くされるんであればもう最初から取ってもらうのがおすすめかなと思います。じゃあちょっとアンダーラップ巻いていくそうなので、アンダーラップ巻いていきます。アンダーラップどれぐらい巻くん。一巻きぐらいですかね。ほっそ、そんな、そんなんね。いや、僕前回紹介したと思うんですけど、アンダーラップ結構太く巻く派なんで、一巻きっていうのがちょっと信じられないんですけど、やっぱ一巻きの方が使いやすい。使いやすいですね。よくここ、今のところなんですけど、グリップのこうキャップのところ、結構厚く、ここだけ厚く巻くっていう人いるんですけど、そこも気にせず巻く。巻きます。普通に。はい。こんな感じで。意外と上まで。まあでも俺の方が上ですね。こだわりしかないけどね。僕はめっちゃ上まで巻くんですけど、まあ、ここら辺らしいです。で、次グリップ巻いていきます。今回ね、僕が前回巻いた白のグリップまだ余ってたんで、今回これで巻いてもらいます。じゃあ、巻いていきます。よろしくお願いね。はい。結構引っ張りながら巻くの。いや、あんまり、あんまり引っ張らずに、引っ張らずにそのまま巻いていく。そのまま巻いて、で、グリップのエンドのところは結構太く重ねていく感じ。切るのが、切るのがめんどくさい。めんどくさいので、これも結構よくあるんですよ。結構もう切るのが、ハサミ出すのがめんどくさいっていう人がいるんで、もうそれで調整する方もいらっしゃいますし、まあ、グリップエンド、前回僕はアンダーラップ重ねたと思うんですけど、こうやってグリップ重ねてやる人もいらっしゃるんで、そこはもう皆さんが巻いてどういう風に、まあ、やっていくかっていうことなんですけど、僕はアンダーラップ派ですね。結構クッション性が、まあ、上がるっていうのと、グリップ結構長く巻くんで、グリップをあんまりそこに無駄遣いというかしたくないっていうのがあるんで、ずっと僕は引っ張りながら巻いていく感じですね。ただまあ細いのが好きだったらこういうやり方の方がいいのかなと思います。やっぱそこなんですよ。やっぱグリップのキャップのところって結構段々になっちゃうんで、結構ね、こう引っ張りたくなくても引っ張って巻いてしまうというか、僕も結構そこ段が作るのが嫌なんで慎重に巻いてますね。やっぱバドミントンしてる人はここあるあるですよね。本当、何回も何回もこうやり直すのは僕も分かります。引っ張っちゃいますね。あ、うまく巻けますね。ずっとやってる人やけですね。グリップの巻き方もうまいですね。はい、はい、ということで出来上がりました。一応ね、多分ここのところが少し段になってるんですけど、これはまあでも試合中とか練習中は気にならない感じかな。結構ここ気になる人が、まあ、トッププレイヤーの人とかも多いと思うんですよ。で、そこのところだけこう重ねながら段をなくすっていう作業してる人もいるんですけど、まああんまりね気にしないよっていう人は、まあ、ただ単に細く巻きたいって言ってそのグリップをね一回巻く人もまあ多いですね。じゃあ次のラケットも巻いていきます。もうほんと同じ工程なんで、
ここからはまたおさらい程度で早送りしながらやっていきたいと思います。はい、アンダーラップ巻いていきます。で、細いのが好きな人はアンダーラップ一巻きぐらいして、あとはその段々のところを段をなくすために太く巻くか、あの段を気にならない人はもうそのままね一巻きぐらいでいいかなと思います。はい、じゃあグリップ巻いていきます。はい、ということで巻き終わりました。あ、こんな感じですね。グリップはこんな感じです。で、まあそうですね、ラケット全体を見てもらうとこんな感じです。で、前回僕が巻いたラケットがこちらですね。まあとりあえずこうやって比較ちょっとさせてもらったらこんな感じですね。まあ僕がなんか変なのがちょっとビッて出てるって感じです。で、これはまあ下を太く巻いたんで、あのこっちの先っぽが出ちゃって、本当はこれちぎる人もいるんですけど、僕はちぎらない派でこれをおしゃれとしてやってます。はい、ということでコンプレッサー TV のゆえでした。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。